ということで、これからジグタンの出番ですね。ずっとジグタン、僕はずっとジグタンでしたけど、いよいよ出番ですねやっと来ましたよみたいな。やっと来ましたよ。まあそういうことで、そういうことでやってます。まあジグタン縛りっちゅうわけでもないんですけど、はい、このタイミングはもうジグタンかなっちゅうことで、じゃあ頑張っていきたいと思います夜のブー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 ガオあ、おろ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 しゃーい、しゃーよっしゃ、きたーふぅーあざーす、やっときたい、やっときたい、ピキメ、きた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 、わっ、おらよいしょ、やりたい、初味、2022年初味、さあ、2022年ファーストフィッシュは29.5、惜しい、ラッキー尺でございます。でもまあ、尺近い味やね。いや、羨ましいね。やりたかったな、一発目尺オーバー。待て待て待て、俺だけ釣れてないやないか。去年までのパターン引きずってます。なんだ、俺が釣れんキャラみたいに言わんでよ変化なしです、去年。もうやめろやめろ正直、焦っておりますどんくらいですか、カウント。カウント、ほぼ競争っすね。マジか信じます。ちょっと真剣なのけ何グラムっすか。これ 2.5 グラム。一緒やないかなんとあっちだ。2022年初味24号。きたー、きたー、やっと味釣った、嬉しい。おいしょー、おいしょー、ありがとうございます。おい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 ドラグ出てな、ドラグ出てドラグ緩い、おドラグおいやっちゃっちゃった、やっときた、初味 26.4。 おめでとうございます。明けましておめでとうございます。ありがとうございます。測ります、初味置いちゃって 25.5。 25.5、 おめでとうございます。よし、中味入りました。もういいやな、いいやな、持ってきて持ってきて、おぶー、はい、測り屋です、入ります。お、29.5。 さっきと同じ、さっきと同じ、尺たらでございます。2匹目です。いやいや、まあ尺釣るまでは帰らんめえかな。多分出ると思います、この感じで出よったら。はい、いや、マイトを連れ出しましたね。ナイス、これは今チャンスタイムだと思います。じゃあこれ測ってみますね。はい、お、これは下唇で、お、30ありますね。尺ーぐらい、30.3 やけんね。30.3やった。30.3 のうちの30。ありがとうございます。現状1位。今回の塩タックル、竿はいつも使ってるハジングの竿、リルモも1000番、リーが04、はい、リーダーが 1.5 の半ピロぐらい、ジグタンがアジサの 2.5 にブーティーシェイクの 2.5 で今やってます。はい、おいしょ、ごめんなさい、うわー、当たりました、ね、アジ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 ア、これもやっぱ20後半のいい味になってると思います。ということで、フッキングシーンが撮れそうなので、はい、キャストからフッキングピックアップまで、はい、一円の流れを撮っていきます。パンパス、パンパス、俺の横でフッキングシーン行こうと思います。絶対俺の方が先にかけれる自信あるんです。なぜかわかります？わかりません。年男だからです割とスピーディーにパン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 くらい見せていく。はい、まずは見つけていただく。うーらーす、よいしょ。いや、これもうちょっと早いであげる。これはもうワームずれてるリスクもあるし、絶対先にフッキングしますよ。喋りよったら釣りに行く人卑怯やん。カウントしようけ今。俺喋りながらしようけ、もうどんぐらいってか分からんけ。肩や横はカウントしてる。もう大体やけ分からんちゃう。どんぐらいで行こうか。おらーい。なんか俺はドラッグはガチガチだ。おい。でも俺の方が先やろ。リアクション映えてやったぞ。これゾーン入れば多分いくらでも食う。よっしゃー、よっしゃー、けーガオ、抜けたー、イエーイ、
ネズミ。年男。ああああああ。オートリリーシングトゥーマッチュ。当たる時のあこの感じの感覚みたいなとか多分ね やりよったら分かってくるんすよ。あさっきこんぐらいのしゃくりおもりアクションした時とかこのテンションホールの時あこんぐらいのテンションで連発しよったなっていう層が、うん、多分潮の流れで変わるじゃん。その食うとこの潮の流れを捉えちょくことがジョーカーアップのコツかな。なるほど。ちょっと重いとこあるよ軽いとこと重いとこ。あーこれっすこれっす。この感じここの感じこの感じこの塩。よいしょい。これがね、この今の塩紙なんよ。おい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 、滑ってくる滑ってくる、ビー強い。よっちゃーせーよっしゃい。やっぱりこういうことですよ。来ましたね。今の結構、あ、落ちいいこと言ったと思うんですけど、うん、その塩の層中、関東中とはやっぱコクコクと変わっていくんで、それについて行ってみてくださいということで。ナイス。10秒20秒くらいですね。そこのやっぱ味神さんも言っている塩の関係でしょうね。よいしょ。うわーい、やっぱりあそこ。うれいよい。何地ですか？よいしょい。何地ですか？どこですか？あれとちょっとあのあそこら辺ですね。あっち全然釣れんちゃう。なんかちょっと重たくなるとこなってらしいです。それ俺が数秒前言ったやつや、うん、なんか重たくなるとか言ったね。重たくなるとかありますか？まだないですよ。まだない。今重たいっちゃけどね。あ、来ました。ここじゃないの。来ました。ここじゃない。来ました。ここ来ました。ただ重かっただけ。これ大きくないですか？うほぉ、いつの間に。どうしたん？え、いや、ここで投げて10秒ぐらい。マジで巻いてきました。釣れました。こっち釣れないって聞いたんですけど。あっち全然釣れない。釣れちゃいました。ちょっと測ってきますか。測ってみましょうかね。もういいサイズ久しぶりに出ましたね。30ない？あれ30あるんやな。30ある？30ある。おぉ、30.4 30.4 でかーい。 30.4 そしてでかーい。安い。今日1です今日1。それは間違いなくおみくじあれやね、うん、めくったら大吉やね。大吉やね。おめでとうございます。おめでとうございます。無二。はい、2.5。 2.5。 おぉ、ちょっと軽くしてワームのシルエットを押さえたら釣れたっす。まあ信じるか信じないかはあなた次第ですけど。すぐ変えてる、すぐ変えてる。早い早い早い。ここもか。おぉ、びくしゃ。シルエットなんかしよった。なんすかなんすか。え、さっきの聞いてた。いや、聞いてないです。なんかね、大きいワームで 2.5 グラムつけてたんですけど、うん、なかなか当たらないんで、うん、ちょっとサイズ変えてみようと思って、うんうん、2グラムに魚ピンのクリアラメです。寄せてきた。寄せてきた。何の話ですか。これもでかい。これもでかい。またでかくない？でかい。やったぞ。これシャッコいったやろ。ガオ入りました。いや、このヒレがかっこよーない。ここんとこのヒレが草、こうだってから草。これパッカーン言うて、パッカーン言うてから草。これがもうほんともらんもんね、ほんとに。これ測ってみる。これ絶対シャック超えてるだ。30.8 きたー。はい、今日一位、年男。今後ですね、味神改め年男でやっていきたいと思います。年男。今後私に会った人は、おい年男っつって呼んでくれたら、その辺の年男さんが振り向くと思います。、はい、僕は多分振り向かないと思います。いいやいいや。来た。釣れた。今めっちゃ持ってった。サオビューンってなった。ビューン。ビューン。あ、ビューン。ビューン。あ、わずの反動で向こうの壁までぶっ飛ばされちまった。ガッケーガーッ。年明け早々スランプに落ちております。さあ頼みますよ。よいしょい。ここで来た。やっと来た。兄さん来た。よし、よいしょ。やっと来た。ちっちゃいけど SNS。 え、
する。やっと来たなんですか。やっと来たの後なんて言いました。ちっちゃいけどということで、ちょっと今回はですね、茎わかめさんの方にインタビューしていきたいと思いますけど、茎わかめさん、今回の塩タックルの方をちょっと教えてもらっていいですか。あ、そうです。今回のタックルはアドバンスメントを使ってるんですけど、まあ、これは前のモデルの68というレングスになりますね。まあ、このレングスがね、まあ最も、まあ、私的にはこのフィールドには合ってるかなということで、今日はこのタックルを使ってます。なるほど、そうなんですね。やっぱ茎わかめさんと言ったら、やっぱハンチングキャップに丸メガネっていう、やっぱもう唯一無二のウェポンがあると思うんですが、その点こだわりなんかあるんですかね。そうですね、やっぱりハンチングキャップ、こちらを被ることで、頭皮を守る、そして、日差しから直接毛根へのダメージをね、守るために私はこれを被ってます。丸メガネの方はね、やはりかけ心地の方を重点的に置いて選んでるんで、こちらはまあ別にこだわりというこだわりはないんですけどね、まあ基本的に5000円以上は出さないというコンセプトのもとやってます。あ、なるほど、そういうことですね。Tラインを使ってらっしゃるみたいですけど、やっぱ壱岐島ということで、そこら辺準備周到な強い P ラインを使うということでいいですか。あ、来ましたね。残念、今のは35センチありましたね。まあまあ、こういう風にね、喋りながらやってるとやっぱり手元がおぼつかないみたいなこともあるんでね、ちょっと集中させてもらいたいですね。そういったわけでね、そういう、ね、タイミングでね、インタビュー、あ、すいませんということでね、茎わかめとトシオのアテレコ劇場でした。ということで、全てにリスペクトを送ります。ヤーマン、ダブルダブル、クッキーさんとアジガミのダブルダブルダブル、きたー、よいしょ、しょごい手間取る 1.5g 31、はいはい、ありがとうございます。はい、釣ってた、結構いいんじゃない。あ、ないな、これセルフで。さあ、一体どうなの。お兄さんの背丈よりは27、背丈よりあるないよはい、ということで、縁、はい、も竹縄ぐらいになってきたんで、うん、ここでちょっと開封の儀、うん、個別に行いたいと思います。はい、いきます。はい、ドン、うわっうわーい、月ごとに眺める月ぞ、熊もなき光を四方の海に映して、ドイキチーとぜ、マジかよ。願い事思いのままなり、待ち人すぐ来たる、失いもの人の助けあれば出てくる、旅行いずこ行く、おーおー、東南特によろしい、いいね、おー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 、めっちゃいい、めっめっちゃいい。あったぜ、やっぱ年押すからね、通りで 30.8cm 出てると思うんですよね。ということで、僕のは大吉でした。ありがとうございます。2番手よろしくお願いします。セスセス、クリックドン、大吉、おーいマジ2連発きた。あざす、願い事時くれば叶う、うせもの近くにあり。ということは今から釣れるはずなんで頑張ってください。はい、ありがとうございます。大吉です。ありがとうございます。お疲れ様です。集合する前ですね、月読み神社行ってきました。お、こちら月読み。はい、月読みじゃね？月読みだ。月読んでるわ。あれ、俺違うの買った？え？だるま入ってます。マジ？だるまが入ってる。金のだるま入ってる。もう金のだるまリッチ入ってます。いきます。なんかもう和紙？なんか俺のちょっと開けにくいやつ、なんか雰囲気違うだけど、基地なのかい、中基地なのかい、はい、末基地、嘘やー、ここで落としたら金のだるまリッチ全くでしたわ、和紙の末基地でしたわ。どうやら今年もあんまりいいことがなさそうですじゃあ開けますよ。じゃん、ダン、キスシキッチおーい、キッチ
今年の抱負お願いします。基地より大きくなる。はい、次の方。いよいよ来ました、大鳥いきます。大鳥ドー来たー。大吉、私の問題は恋愛運である。いや、待ち人、やばいやばいやばい。え、来ましたよ。来た来た、直ちに来たる。マジかー、来たー来たー、直ちに来たる。直ちに俺は来た。嘘つけ、ほんとほんと、ポジティブすぎやろ。直ちに来たる、来たる。これはあ、この動画が上がる、上がった頃にはもうすぐできてるかもしれん。あー、よかった、おめでとうございます。ありがとうございますまあ、おみくじのことなんてほぼほぼ忘れるんやけど、はい、まあ、なんかポジティブなこと書かれてましたんで、はい、今後とも歴史マップやっていきたいと思います、はい、まあ、だいたいそんな感じで釣れてる気はするね、うん、後付けのおみくじ、うん、どうなのっていうと、うん、ムーニーはあんま釣ってないけど、うん、なんかすごい喜んでたな、うん、ということでまた笑顔の多い歴史マップ、はい、チャンネルを今後ともやっていきたいと思いますんで、はい、エンディングどうぞ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。初釣り割と楽しめました、はい、いろいろおみくじも引いた結果、人それぞれ喜びもあり悲しみもあり一番喜んでない。喜んでましたということでね、直ちに待ち人来た。赤いのなんかついてますなんか喜びがここに豚いますよ、ほてってますよ、ほてってますもう喜びすぎてほてってますよ、ここにいますよじゃないですよということでね、私個人としては年男大吉やったんで、今後ともなんか皆さんにいい映像届けれればなと思いますんで、はい、どうですか。どうせ2022年、そうですね、2022年新製品なんてちょっと作るかなみたいなそんな感じです。LG ウェザーぞ大丈夫かこれ違う違う、誰とかじゃない、ただの当てる、ね、そうね、怒られる、誰じゃない、誰とかじゃない、オッケーオッケーオッケー、まあそんな感じでね、2022年もねやっていこうかなと思ってるんで、皆さん引き続きキシマップの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、ね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、また次回。